今いるのが今熊山今熊神社で、このね稲荷神社、ここまで行くのにあと下りで20分で、この今熊山登山口まで20分足して40分、まあ、コースタイムではそうなってますけれど、これよく見るとね、この今熊山から稲荷神社までの20分が山道で、残りはね文明の道なんですよ。だからまあ20分、まあ私の足だと30分ぐらいですかね。でもこの明るさですから、まあなんとかなりますよ。時間はどうでしょうね。お、17時半。ではここ今熊神社今熊山出発しましょう。こうやって山の中の神社ですからね、参道もね山道と同然、それこそね大山の奥の院のあの登山道、 あのね参道並み荒れてんじゃないかなって、ちょっとそういった懸念があったんですけどね、まあ、普通のね単なる未舗装の神社ってだけでね、全然歩くのにはね支障はないですよ。またさっきみたいに動物はいないね。神社との分岐まで戻ってきました。ってことはですよ、こっから先は神社の参道ってわけで、あ、これすごい道がいいぞ。いや今はこうやってね歩いてこうね神社境内歩いてきましたけどね、あれくらいのなんか、いや こっからもう、いや山道じゃないようなね、あの今熊神社の境内ね、いやすごくね本当に整備されてて歩きやすかったですからね。トイレ、いやちゃんと設備整ってますね。ね、地図も完備してますよ。まあでも山登るんだったら地図は自分で持ってこなきゃいけないと思うんですけどね。お、ここは展望台だよ。おほほ、これはいいね。夕暮れの街ですね。いや、いいね、いいね、いいね。本当に今日は快晴だな。さて、こっからそうだよな。本当、ここはね、すっごい、いや、公園みたいだ、日本庭園みたいだなんて浮かれてましたけどね。さあ、こっからはどうでしょうね。石段か。人の手が入ってんのはここまで。こっから先は、まあ、山道か。なんかこう、なってるな。また来るか本当に分かんないんでね、あの今熊神社ねスルーしないで行ってよかったですよ。いや本当にねここ長丁場私にとってはなんでね、こうやって梅雨のね夏至のねこのたまたまこうやってカラッと晴れた日、こういう偶然が重ならないとちょっとね時間的に無理ですからね。冬なんてとんでもない、冬だってもうとっくにこう真っ暗ですからね。また荒れてきましてね。いやこれコースタイムで文明の道まで20分つったらこれ40分ぐらいかかっちゃうかもしれんな。でもまあのんびり行こう。もう本当に日没はね18時過ぎまで明るいですからね。こりゃきついわ。いやこれね、阿夫利神社大山の表参道、そう阿夫利神社の左からねずっとね奥の院まで行くあの山道、あれとね大して変わらんですよ。これはなかなかすごいもんですよ。このしめ縄が鳥居の代わりですかね。道は何、これまっすぐ行くしかないのかな。いや何があるんだこれ。なんか正面そこまさか切り立った崖で終わりってことじゃないでしょうね。まさに展望台だ。さっきの展望台は1箇所しかね見えなかったけど、いやここは、いや向こうの方も見えますね。ねえ、いや6月だというのに結構空気が、いやいい感じに抜けてますね。いや信じらんないね、こんなにスカッとね6月にしてるってのはね。でしかしね、この展望台でね行き止まりと思いきやちゃんと道は繋がってんですよ。いやービビったよ。ここで終わりだったらどうしようってね思っちゃいました。いやまた道がもういい加減にしてくれですよね。でもあとちょっとで終わりっていうのが分かってるからいいんですけど、
いや、本当今熊神社お参りするだけで一苦労ですよ。これはこれを行けっての。あ、こっちから少し回れるな。いや、あ、でもここが終わったら少しはマシになるのかな。こういうね、宗教絡みの道ってね、綺麗にね、老若男女登れるように石段がなってるか、あるいはもう完全にね、修行の道こうなってるか、どっちかですね。ここはね、本当に修行の道ですよ。まだまだね、こういった具合に標高が高いんですよ。本当にこれ麓に着くんかいな。まあ、ちゃんとこう道になってんでいいんでしょうけど、いや、こんなにきついとはね。もう普通のね、なんか田舎の未舗装道路ってわけでね。で、こっからまた行ったらね、またこう地面が割れてるような、すごい、もうそりゃもう勘弁ですよ。なんかまた道がね、荒くなってきたよ。本当にもう、せっかくね、ゆったりまったり下ってきたと思ったら、またこれか。木を透かして人工物っぽいものが見えてきましたね。ようやくね、文明の世界近づいてきましたよ。あれ、なんか正面ちょっと違うぞ。ん？あれ、あ、これは、お、出られるぞ、やっと。やった、出た。いや、文明の世界だ。まだこの石段は気抜いちゃいけませんね。おお、真っ平らだよ、真っ平ら。もう真っ平らなだけで嬉しいね。これか、さっきちょろっと見えた人工物は。なるほどね。いやー、かっこいいね。あ、こっからも降りれんのか。そうか。これ何？八王子の姉妹。この中に入ってんのかな。あ、でもこれじゃちょっと、あ、見えないね。正月にこれはお披露目すんのかね。あ、これ水か。でもこれ出ないっぽいな。どうだろう。あ、やっぱりダメだ。残念。閉めたよな。よし。ここはすごい道がいいね。いや、普段の暮らしだったらね、もうこの階段だけでも嫌になるんですがね、こんだけきちっとした階段はもうご褒美ですよね。今熊バス停はともかく、この今熊山を経てね、仮寄せ陣馬山、ちょっと冗談じゃないですよ、本当にもう。いや、抜けた。ああ、いや、平らだ、平らな道だ。はあ、いや、息返った。ねえ。ね、これ最初ね、こんな感じでね、騙されちゃいけませんよ。ね、ちょっとこれ見たらね、石田がこの今熊神社上までついてるのかなと思ったら、もうガチの相当にきつい山道です。覚悟必要です。いや、抜けた。もうこっからはね、文明の道だ。ここからも体をね、癒しながら、もうのんびり行こう。もう疲れた。もうせかせかする気にはなんねえや。いや、なるほど、こういう感じですか。なんか早朝みたいですね。あ、時間見ましょう。時間の方はですね、18時19分。えらいかかりました。もう私の足じゃこんなもんですよ。いつまでもね、変わり映えのしないとこ歩いてっからね、もう永遠に山の中さまよって、ひょっとしたらこれ悪空間ループしてんじゃねえかなんて、んな妄想までね、湧いてき始めてましたけど、いや、文明の道
出ました。あ、疲れた。あ、もうこのね、消化試合的なもう田舎のこの散歩、これで気分を癒すってとこです。間違いなく文明の道、文明社会ですね。もう街灯、これがもう文明の証ですよ。まだ明るいんでついてないですけどね、もうここでね日が暮れても大丈夫です。それにしてものどかな場所ですね。ここね、東京都なんですよ。確か東京都のね、八王子市なんですよね。ここでバス道路か、どうなんだ。うん、あ、まだまだだ。あ、ここにもね案内がありますね。ジュースの販売機ちょっと買ってこう。結構安いな。いや、定価かと思った。あ、あ、メッツコーラ、これ安い、これ行こう。もう冷えてます。メッツコーラ強炭酸いただきます。特にベンチとかね、しょうがねえな。まあいい、よいしょ、メッツコーラいただきます。いやー、冷えてる、カッとくるね。いや、 やっぱコカ・コーラとは違うね。うん、いや、甘さ控えめでさっぱりしてていいですよ。いや、ここの自販機ね、冷えてていいね。いや、ダメな自販機ってね、申し訳程度にしか冷やしてなくて、もうぬるくてぬるくてね、でもこの喉にキャッてくる。いや、最高ね。しかも110円安いし。あ、ほんといいわ。いや、ビールも悪くないですけどね、もうこうね、もう体乾いた時のコーラ、これたまんないっすね。いや、ごちそうさまです。うまかったっすね。前方路上に黒い物体、なんだ、猫だな。うん、猫だ。こんな道路上で何をやってるやらってとこですよ。ボス猫なのか、よほど警戒心がないのか。にゃ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 、うん、ダメだね、逃げちゃうね。前方になんかね、うん、信号が灯ってますよ。あ、なんか大通りっぽいものが見えますね。でっかいね、今熊神社入り口、確かに入り口ですよ。そう、このトンネルね、うん、で、このトンネルの、で、大通りのバス停はね、ちょっとこの先にあるはずなんですけどね。あれかな、あれだ、武蔵五日市駅。ね、こうやってね、ちゃんとね、1時間に1本こう遅い時刻まであるんですよね。土休日でもね、23時30分。いや、これはありがたいですよ。で、今時間はどうなんでしょう。18時51分。いや、これは中途半端だな。 JR と京王の八王子駅。で、さっきね、18時50分で、で、こっちもね、結構遅くまであるんですよ。18時台はないってことは19時の40分か。で、あっちのね、武蔵五日市駅行きが35分だから、じゃあもう5分プラスして待ってね。これは京王八王子行った方がいいわ。じゃあ、そうしよう。こっちを待とう。いかがでしたでしょうか。今日はね、神奈川県のね、相模原市のあの和田の集落、和田のバス停からね、浄水場、和田浄水場の脇からぐん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 、もう山をどん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 歩いてね、このね、今熊登山口、このバス停まで、この八王子市のバス停まで歩いてきましたよ。もう山の中延々延々とね、もう疲れましたね、ほんとね。まあ私ね、こう緑の中
こういうそういう中を歩くの大好きなんですよ。まあ大好きって言っても限度ありますよ。もういい、もうお腹いっぱいってわけでね、もうほんと、もういいや、でもヘトヘトで疲れました。でもね、これはまた1週間2週間経つと、ああまた行きたいなとか思っちゃうんですよね。しかしね、いやもう19時になるのかな。でこの明るさですからね、信じらんないですね。いやすごいもんですよね。もうね本当にちょっとすれば夏至ですからね。これが夏至の明るさですよ。この夏至の明るさでね、もう本当これを活かせる少ないんですよね。梅雨ですからね、もう今日はもう奇跡みたいな日ですよ。この土休日、そんなカラッとした天気、まあこういうのが本当ね欲しいですよね。うまくいきません。まあ自然のもんですからしょうがないですよ。いやしかし本当ね、もうデトックスですよね。もう汗ばこんな汗かいちゃってね、もう化粧もねもう落ち気味で隙間を取れかけてね。いやもう本当これはね健康にいいですよ。これぐらい体いじめた方がね健康になりますよ。まあ私自慢しちゃいますけどね、これでね明日起きてもね筋肉痛にならないんですよ。単に体がだりーなってだけでね、もうそうなる、もうそうなればもうこっちのもんですからね。もうそれぐらいになった方がいいですよ。もう本当に健康ってね安上がりですよ。もう体力と健康あればね、もう安上がりで何でもできるってわけですからね。もう山登りってね安く上げようと思ったら、ね、いくらでも安く上げる手はありますからね。登山用品高いって言ってもね、もうなんていうかこのトライチみたいなね、ああいった建築用品のああいったところね、作業服とかね作業靴うまく組み合わせればもっと安くできたりもしますからね。なんかでも逆に疲れててどんどん話が進んじゃうんでね、もう適当に聞いてあげましょう。とにかくねバスが来たら乗って帰ることにいたします。ノンダクレイでした。電話中ですね。